健康なら、ジャジ・大谷翔平へのレジェンド投手の惨事に思わぬ反発の声。大谷は課題評価。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。期待の天才に対するレジェンド投手の投稿が思わぬ波紋を呼んでいる。 現地6月17日に行われたロイヤルズ戦で大谷翔平、エンゼルスは今季23本目となる特大アーチをマーク。チームは逆転さよなら負けを喫したものの小さくない存在感を示した。目下、大谷は衝撃的な活躍を続けている。直近7試合で打率505本塁打、10打点、出塁率629。 長打率1208をマークし、9回でもトップクラスの高成績を収めているのだ。故に大谷は多方面から惨事が相次いだ。その中で、ほら、言った通りだろ、と言わんばかりのツイートをしたのは、かつてヤンキースなどで活躍した CC サバシアだ。かねてから大谷よ、この地球上で最高の選手だ。 と絶賛してきたレジェンドサワンは、ロイヤルズ戦に自身のツイッターを更新。MLB 公式アカウントに上がったホームラン動画を引用する形で、お前たちはまだ俺を信じないのか、と強調。二刀流スターがいかにすごいかを訴え続けてきた土の戸をアピールするかのようにツイートしたのだ。だが、 ガリア通算251勝の訴えには反発の声も相次いだ。無論、あなたを疑ったことなんてなかった、とポジティブなコメントも寄せられたが、一部のフォロワーからは、確かに彼はすごい。しかし、出場機会の約85%エイ h だ。毎日チームのために守備につくことは、もっと意味がある、といった否定的な意見が目立った。 また、昨季にアメリカンリーグの MVP 争いを展開したアーロン・ジャジ、ヤンキースが不勝離脱中である現状を受け、今はジャジが怪我をしている。大谷は過大評価されているよ。大谷のやっていることは素晴らしい。でも、健康ならジャジがホームラン王にいるだろうね、といったコメントも殺到。 大谷の覚醒を唱えるサバシアの意見をネガティブに受け取る人も少なくないようだ。文・構成ここからネクスト編集部。大谷翔平は野球界のスーパースターじゃない。疑問符米アナリストが言及、間違っていると言われるほど。ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は15日日本時間16日。 敵地テキサスレンジャーズ戦に2番投手として二刀流出場。投手としては6回に失点、打者としては第22号ホームランを放つなどして活躍し、エンゼルスの勝利に貢献した。スーパースターらしい活躍を見せていることで、米メディア、フォックススポーツのアナリストを務めるベンバーランダー氏は、大谷ファンとして誇らしげに感じているようだ。 投手として6回99球投げ、今季六勝ち目の権利を得て降板した大谷は、打者としても8回に見せる。レンジャーズのブロックバーク投手の初球を捉え、前日と同じように逆方向の特大ホームランを放った。22本目のホームランで本塁打ランキングでは独走体制。さらに1ヶ月ぶりに今季六勝ち目を飾っている。 スターランダー氏は私たちが今、大谷翔平から見ているものを言葉で言い表すことさえできない。私たちが見ているのは、史上最も才能のある野球選手が文字通り世界中の誰にもできないことをしているということを、人々が理解してくれることを心から願っている。 この2年間、大谷翔平の話をしすぎだと言われ続けて、それは間違っていると人々に言われ続けることが、どれだけ気持ちいいか皆さんにはわかりますかと誇らしげに語っている。ベースボールチャンネル編集部、大谷翔平のプロフィール。 誕生日1994年7月5日製坂に座出身地岩手県水沢市、現、欧州市、菊池雄星投手に憧れ、彼の出身高花巻東高等学校へ進学。1年生の秋からエースを務める。2012年夏の甲子園岩手大会の準決勝では、高校生初となる160キロを記録した。